前回は豆腐作りの中盤、固めた豆乳を型に入れるところまで終了。しかしダメ、ユンホの豆腐が大事件。そして今回ついに判定が、判定は、はい、果たして2人の運命は。せっかくの重しが崩れてしまったユンホ、まずはそれを直すところから。もうそろそろできた。なにこれ、見てよジャミン、これ。え、ユンホのこれ見て。先生これ大丈夫ですか。豆腐が目的なのかバランスが目的なのか。さあというわけで、はい、じゃあもうこれ水が抜けたということで、はいはい、そろそろいいかと思いますので、水に、じゃあ次の工程にちょっと行きましょうか。はい、ということで最後の工程、水の中で豆腐を切ります。まずはチャンミンから。さあどうでしょうか。こんな感じですね。おーおーおー、楽しみですね。ね、おいえー、でこれをどうすればいいですか。もうボチャンと入れて。入れます。はい、これを水の中へ入れて作業するのですが、ここからが最後の試練なんです。はぁ、あ、やっぱ冷てぇ。あそんなこのさ、いや本当に冷たいですよ。大げさ、すげぇや。いや、あいごや、ごめんごめん。大げさじゃなく。そう、この水本当に冷たいんです。ひっくり返して、ゆっくり、箱だけゆっくり持ち上げると豆腐が、ゆっくりやってチャーミン、ゆっくり。冷たいから、あ、抜けました抜けました。豆腐はかなりいい感じ。しかしゆっくりや、あゆっくりチャーミン、あうるさいな。冷え冷え地獄に悶絶。あ、本当に大げさだと思います。大げさやろ。いや、ちょっと何秒ぐらいちょっと入れとければ、入れとければあー、あ、なれました。あ、最後はこれを切って盛り付けます。あの、こうやってやる分には手切れませんから。はいはい、あ、いやいやいや聞いてたやろ。ははこうですよね。うん、うわおう、じゃあ、おでもちゃんとでき、おーおーおー、すごいすごい。ああ、あ、で、さらに、あ、さらに、うん、おさらに、ああ、はい、ああ、これちょっと油断しちゃう。そんな皿入れるもんな、俺ようがない。こんな皿入れるんですか。ああ水は取った、先生これどうしたら、水は取った方がいいんですよね。そうですね、水は取った方がいい。チャーミン一回、もう一回、水はちょっとあれして。ああ、そりゃ冷たい。逆転できるな。ああ冷たいです先生、もうこれ以上無理です。はーい、チャンミンの豆腐完成でございます。チャンミンの豆腐完成。続いてユンホ、これちょっと楽しみだな。もう思った。ユンホもだいぶね、自分でね抑えて水もあれしましたし、そのまま押して叩いて、でゆっくり繰り返して、果たしてどうなるのか。箱だけゆっくり持ち上げると豆腐だけ沈んでいきますので、繰り返して垂直に、はい、垂直に、はい、上げてください。ゆっくり、もういい感じじゃないですか。あれで、またゆっくり剥がさないと、あの豆腐が布にくっついてきちゃうんで、形が崩れないようにゆっくり剥がして。どうした。確かにそう。確かに冷たいですよ。確かに全然冷たくないんかなと思ったら、では気を取り直して布剥がしお願いします。はいはいはい、形とどまってます。あれ、意外と先生これ
意外にもしっかり形をとどめたユンホの豆腐。いいですね。もっと僕どうしたユンホ、どうした、冷たいって今氷みたいに動けないですねそして最後の切る工程、しかしここで事件が。あれ、ユンホどこまで行くの、枝端っこに僕たち何やん、え、触った瞬間感じましたこれ切れるものではないです。切ってみてるかなんでそんな端っこで真ん中でやりなさいよ、上から押さえるだけでいいよ。そうそう、なんか水の中でちょっと溶けてるような豆腐が。ここに来てユンホ大ピンチ、なんと豆腐がどんどん崩れていっている。ユンホ何してんの、あれ丸くしてんの。そうみたいですね。はい、でそれをお皿に。なんとユンホの豆腐はデレデレに完成ですね。完成です。はい、完成でございます。豆腐新規完成いたしました。どうですか店長、見た感じ。予想通りですね。なんか雪の花みたいに。はい、あ、もうこれをイメージして作られたってことですね。そうそう、雪の花。なるほど。雪の花ね。はい、ユンホが直感でつけたこの雪の花というネーミング。この言葉が後に波乱を巻き起こす。結果発表。さあ、お二人の動画完成しましたので、はい、早速先生に試食していただくんですけど、どうですか、出来まよちゃんみ。いや、最後の工程でちょっとなんか、はい、外れちゃったっていうか失敗したのがちょっと悔しいんですけど、はい、でも隣の豆腐を見るとそこまでなんか、ね、初挑戦としては悪くはなかった。悪くはなかったから。はい。ユンホどうですか。予想通りだったです。でも先生が言っているのを守りながら守りつつこれに仕上げた、守りつつ仕上げ、もう先生は完全に首をひねりましたけどでも味はねどうなるか分からないですか、食べてみないと、はい、形とかじゃないですから。ですよね。じゃあ先生ちょっと食べていただいて審査の方をやっていただこうと思っております。まずはチャンミンから。こちらがチャンミンの豆腐。一応木綿豆腐の模様と形をとどめているが、果たして先生の目にはどう映るのか。ちゃんとあの木綿豆腐作りましょうって始めた中で、はいはい、しっかりしたこの四角い形が、はい、あのとどまってるし、まあ、ちょっととどまってるところもありますよね、はい、初めてのしては、はい、あのいいと思います。なるほど。じゃあちょっとでは実食。いただきます、はい、果たして味の評価は、うん、ちょっと柔らかいですけど美味しいです。あ、よかった。ちょっと柔らかいけど美味しいと。もうちょっと硬い方が良かったんですね、はい、どうすればもっと硬くなったんでしょうか。これにがりと混ぜるとき、あ、はいはい、ありましたね、最初の工程で。いかにあの多い量の豆乳に少量のにがりを均一に全体的に混ざるか。全体に入ってなかったからこうなったってことですね。あー、なるほど。とはいえチャンミンの豆腐はまずまずの評価。続いてユンホ。こちらがユンホの豆腐。木綿豆腐というよりもはや別の食べ物のようだが、果たしてこれ食べれるかな。食べてみたいですねもうそういうところを、ね、狙った。嘘つけそのお味は。あ、これもいつものうちの作る豆腐と同じ味が出てますね。え、お、形は悪いですけれども味自体悪いって言わないでくださいよわざとだからじゃあちょっとチャーミンちょっと食べてみて。はい、うーん、
味いいっすね。味いい。味はどっちも僕は好きなんですけど、うん、なんか違うの思ったよりびっくりした。嘘。本当になんと意外にも味はかなりいいらしい。果たしてこの2つの豆腐はミッションクリアできたのか。じゃあそれでは先生、審査の方お願いいたします。判定は、はい、ユホさん。あー、なんとまさかのユホクリア。ちょっと待って、オムレット、イエーイ。豆腐、豆腐、すごい豆腐。これ先生、これ勝因は何でしょう。これ怒られちゃうかもしれないんですけど、はい、味は本当どっちも美味しいので、はい、美味しかったです。あとは食べてくださいって、召し上がってくださいって出した時に、はい、これはちょっと盛り付けすぎかなって。盛り付けの問題ででも食べる人が盛り付け取った時にこぼしちゃ怖いなっていうのが最後に、はい、雪の花ってタイミングしてたんで、はい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 、商品としては確かに雪の花で盛り付けた時に崩れるようなことがファーって崩れたんですよ。真ん中がもうよかったな全部いい方に転がってるやんか。予想通りの結果が出ました、ということで罰ゲームはチャンミンです。クリアできなかったチャンミンにはミッション特製激苦豆乳を飲んでいただきます。チャンミンさん罰ゲームよろしくお願いいたします。行くねどうですかチャンミンさん、チャンミンさんどうですか、飲んでみた感想を。まずあと一口、あと一口いってください。カメラに向けて皆さんに。盛り付け頑張りましょうということでザ・ゴールドミッション豆腐作り編でした。ありがとうございました。次回ニューミッション始動、お楽しみに。